以前こんなお客さんがいらっしゃいました。どんなお部屋をお探しですか？何？収納が多いお部屋。なるほど。彼氏とか急にお泊まりに来る時とか散らかってるものを一瞬で押し込みたい。なるほど、わかります。確かにね、だらしないって思われたくないですもんね。こちらなんてどうでしょう、収納する場所多いですよ。なんですか？もっと収納が目立たない感じ。例えば壁の向こうに収納スペースがあって、物を押し込んだら一回転して普通の壁に戻るみたいな。なるほど、忍者屋敷じゃん。そういえば1ヶ月ぐらい前に妻が急にうちのリビングで急に2人でいる時に、ああ私忍者になりたいって言ったけど、妻に何があったん？一体妻に何があったん？そんな風に私たちお客さんに言えませんからね。伊賀と甲賀の物件を参考に一生懸命探しました。これは熱血いい部屋講師と若き6人の研修生たちがいい部屋とは何なのかを熱く学び成長していく物語である。ということで、私男子には見せられない女子の生活の秘密調べてみました。では女子の研修員の皆さん、男子には見せられない女子の生活の秘密、自分の経験を踏まえて答えを一斉に開ける。ほのか、はい、はい、私は大量のカップラーメンですね。ストックしてあるカップラーメン。ほう、これはそんなに男子見せられませんか？あ、料理作らないんだって思われちゃうポイントだなっていう。そうかそうかそうか、カップラーメンは美味しくていいんだけれども、うん、料理をしないと思われちゃうんじゃないかと、うん、隠しますもん。男の子が来るってなったら隠します。バッて開けたら、はい、カップラーメンがバーッといったら、ちょっと確かにね、ちょっとあれかな。俺はお前の父さんじゃないよ。匂いとかが全部外に行っちゃうじゃないですか。なんで黙る？